自衛隊の各国との合同軍事演習が今年に入って活発化、大規模な日本でも軍事演習が行われています。今回は今年の軍事演習を振り返りながら、ステルス機での画期的な軍事演習を詳しく見ていきます。近年の台湾は軍事拡大しています。日本もまたアメリカと共に支援しています。同盟を組む方がいいのでは。お隣の国とはもう軍事連携は取れませんね。竹島の件もあり、日本政府の取っている行動は賛成するべき行動です。2021年はイギリス海軍の最新鋭航空母艦クイーン・エリザベスの極東派遣を迎えたこともあり、これらと日本の周辺空海域での自衛隊部隊との複数国による合同軍事演習が多数実施された年となった。これらはイギリス、オランダ、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ等の複数の西側諸国の艦艇や航空機が参加する合同軍事演習となったが、やはり基本となるのは日本の唯一の同盟国アメリカとの連携だ。日米同盟に基づく日本とアメリカとの2カ国間による合同軍事演習や合同訓練は、2014年からは年間の延べ日数が1000日を超える頻度で継続されており、頻繁に多くの報道でも取り上げられていることはご承知の通りだろう。そうした状況下、陸、海、空の3自衛隊ごとに見てみると、近年に合同軍事演習や合同訓練の実施頻度が高いのは、海上自衛隊、陸上自衛隊、航空自衛隊の順となっており、四方を広い領海に囲まれた日本の立場がうかがえる。この中では、最も低い頻度の航空自衛隊だが、2021年は4月初旬に、日本の周辺空域において、青森県の三沢基地所属の F-35 ライトニング 2A 型4機が、アメリカ空軍の F-22、ラプターや KC-135 空中給油機らとの合同訓練を実施している。2021年時点では、在日アメリカ軍には、F-22、ラプターは配備されておらず、この時の同機は、アメリカ本国の基地から飛来したものと思われるが、非常に稀有な日米の第5世代戦闘機の共演となった点が注目を集めた。この時の写真をアメリカのインド太平洋軍群はホームページ上に公開したが、そこには KC-135 空中給油機を中心に、右側に航空自衛隊の F-35 ライトニング 2A 型が4機、アメリカ空軍の F-22、ラプター4機が V 時飛行をする様子が確認できる。ここから参加したアメリカ空軍の F-22、ラプターも少なくとも4機以上だったことがわかるが、強力な第5世代戦闘機同士による空中給油機を伴った合同訓練は、日米の航空戦力の行動半径の広さをアピールしたものと映った。また、2021年11月9日には、沖縄県の宮古島や石垣島の北方空海域において、航空自衛隊の U-125A 救難捜索機と UH-60J ヘリ客1機が、アメリカ空軍の CV-22 オスプレイと MC-130 コンバットタロン特殊作戦規格1機と合同訓練を行っている。これは、航空自衛隊とアメリカ空軍による合同の捜索救難訓練だと説明されているが、実施場所が中国との係争地である尖閣諸島にほど近いため、この実施を航空自衛隊が公表したことは、かなり異例な対応と受け止められた。さらに、11月16日には、海上自衛隊がフィリピンの西方沖の南シナ海にて、アメリカ海軍との合同軍事演習を行ったと発表しており、同海の 80% 近くの領有を一方的に主張する中国への牽制だとみて間違いないだろう。この日米での合同軍事演習には、
海上自衛隊から、出雲、型護衛艦2番艦の、加賀、村雨型護衛艦1番艦の、村雨と、潜水艦、アメリカ海軍カラーレイバーク級駆逐艦19番艦、ミリアス等2隻の水上艦と哨戒機等が参加した模様だ。海上自衛隊の潜水艦の艦名等は、伏せられているが、この潜水艦が、敵役、つまり、具体的には、中国海軍潜水艦の役割を担い、これを、日米の水上艦と哨戒機が探知、発見した異潜哨戒戦闘を行うまでの一連の手順を実戦形式で行ったとみられる。海上自衛隊の山村幕僚長は、16日に行われた記者会見において、南シナ海を舞台に、日米での対潜哨戒、戦闘を想定した合同軍事演習が行われたのは初であるとコメントしており、対中国に向けた日米の連動を印象付けた。南シナ海における中国海軍の潜水艦の拠点は、これまで多くの衛星写真等でも、報告が見受けられるように同海に浮かぶ海南島にあり、ここを起点に中国海軍の潜水艦が活動を行っていることがよく知られている。日本の近海にこれまでも出没してきた中国海軍の潜水艦も大多数がこの海南島の基地から送り出されていると考えられており、南シナ海に人工島等を築き、支配力の強化を狙う中国にとっては、まさに自国の庭としたい海域だろう。その南シナ海に、世界でも最高のレベルとみなされているアメリカ海軍と海上自衛隊の対潜哨戒能力が投射可能ということは、同海の制海権を中国海軍は掌握できていないと暗に示すことであり、政治的な意義も大きいと思われる。これらの昨今の日米の合同軍事演習、合同訓練等は、特に尖閣諸島をはじめとする南西諸島方面において、海洋進出を強める中国海軍への強力な抑止メッセージとも感じられるが、日本はそれだけでなく、大きな懸念材料も抱えている。最もそれが顕著なのが、南西諸島方面における、航空戦力の生存性の確保であり、現在、航空自衛隊が持つ同方面における航空基地は、沖縄本島の那覇のみしかなく、ここの基地機能を、仮に、中国との有事で喪失してしまうと、深刻な危機に陥る可能性が高い。沖縄本島には、数多くの在日アメリカ軍基地も存在し、その防御を担う防空網も、当然構築されてはいるが、近年の中国軍の弾道ミサイルや巡航ミサイルによる飽和攻撃にさらされてしまえば、これが無力化される恐れも指摘されている。中国の沿岸部から沖縄本島周辺までは、およそ 800km ほどの距離しかなく、すでに中国はこの距離を大幅に上回る射程距離約 2000km 以上のディフェンダー21や、同 2500km 以上と言われるディフェンダー17ミサイルを配備している。このため、中国軍は、沿海部ではなく、防備がさらに強固な内陸部から、沖縄本島方面を攻撃可能な状況を作り出しており、その気になれば、沖縄周辺の自衛隊基地の滑走路を使用不可能とすることは、容易に可能な兵器を手にしていると言える。こうした状況下では、ならば、そうした中国軍のミサイルを攻撃される前に叩くべきだとの意見もあり、これが、自衛隊も敵基地攻撃能力を持つ兵器を保有すべきとの声にも通じているが、この実現はかなり困難だろう。現代のミサイル兵器は、
北朝鮮に見るように一定の固定された基地からのみ発射されるのではなく、移動可能な車両や鉄道、果ては潜水艦に搭載する SLBM 等を取得されたプラットフォームからの運用も可能だからだ。これまでも現状で沖縄本島にしか航空自衛隊の基地がないことは、有事の際の生存性を考慮した場合に非常に危険性が高く、周辺の宮古島や石垣島、与那国島等に分散して生存性を高めるべきではないかとの意見も出ている。しかし、前述のように中国のミサイルの長射程化の前にはいずれも同時に攻撃を受けて無力化されてしまう可能性があり、現時点で抜本的な解決策と言えるような対応は事実上取り得ないところまで到達していると思える。これに対処するには、日本本土等の少し沖縄周辺から離れた場所に航空戦力を配備し、空中給油機等を併用することで南西諸島までを作戦行動範囲とする考え方もあるが、空中給油機そのものを標的とされるとこれも安全とは言えない。アメリカ軍でもこの問題は同様であるため、目下新型の戦闘機は高度なステルス性能を有し、かつ現状よりもはるかに長大な航続距離を実現することを志向しているようで、日本もこの考えに倣うしかないのかもしれない。近年の軍事戦略は見直される方向性に向かっています。今はロシア中心ではなく対中国と変更されています。日米で連携し中露を封じ込めるしかありません。台湾も同盟国に